何か言いたそうだな。前にも言ったろ。約束するってばよ。絶対勝つ。その方がやりがいがある。本当の現実を知ったとき。始めようぜ。一回戦始め。よく見ておけ花火。ヒューガの決定限界をあれほど色濃く受け継いでいる者もおらん。やべえ。外したか。突きすぎるとツボを突かれて術が使えなくなる。分かっただろう。お前に勝ち目はない。本当の戦いはこれからだってばよ。影分身の術。影分身なら。影分身もってしても本体をカンパすることはできない。強がるなってばよ。無駄よ。あのネジの防御の前ではね。俺は甘く見るんじゃネジ。火影になるか。これじゃ無理だな。なんでなんでいっつもそうやって決めつけんだってばよ。てめえはもっと現実を見ろ。火影になる者はそういう運命で生まれてくる。運命でそう決められているんだよ。ただ一つ、誰もが等しく持っている運命。俺は諦めが悪いんだってばよ。影分身の術。あ、このあねってばよ。本体ならお前が攻撃すればするほどその一体が明白になる。だから勝手に決めんなって言ってんだろうが。俺の考えに裏を書いて分身の一体にわざと引かせていただと。やった。なめんなよ。ここからネジの防御法八化粧回転は始まるのよ。八化64章。まさかあの構えは。終了だな。全身64個の点血をついた。お前はもう盾もしない。悔しいか。変えようのない力の前にひざまずき。いいんだって。バカな。こっちにはしっかりあるんだよ。何の話だ。そんなの知んねえけどな。人を落ちこぼれ呼ばわりするクソ野郎は俺が絶対許さねえ。そしてこの試合、お前の運命も俺が相手になった時点で決まっている。お前が昔父ちゃん殺されちまってどんだけ辛い思いしたか知んねえけどよ。それで運命全部決まってるって思うのはすげえ勘違いだってばよ。
剣か。終わりだ。逃げんじゃねえ。聞いたようなセリフだな。お前みたいな運命だなんだ。拒否するのはやめろ。人は生まれながらに逆らうことのできない運命を、一生拭い落とせぬ因を背負う運命がどんなものか、お前などに分かるものか。ああ分かるってばよ。カッコつけんじゃねえよ。別にてめえだけが特別じゃねえん。お前の64の転結はもう閉じている。当分チャクラの使えないお前がどう戦うつもりだ。うるせえ。白眼で何でも人のこと決めつけて。ならお前の言っていることが、クソクソとは言ってもチャクラを全く感じねえ。お前の中に初めから眠ってるどでかいもう一方のチャクラをいつでも引き出し、それを利用しないといけないわけだ。クソギツネ、力を貸しやがれ。俺はこいつを殺すつもりでやる。止めるなら自由にやってくれ。無駄だと言っただろ。絶対負けられねえ。絶対こなしです。どうしてそこまで自分の運命に逆らおうとする。落ちこぼれだと言われたからだ。バカな。チャクラが漏れ出している。間違いない。キュービー、いつの間にキュービーのチャクラ。なんだあれは。あれがチャクラなのか。すげえ力だ。授業の時より。スピードが上がって。お前、接近戦には自信があるんだ。これじゃ無理だな。無理だな。お前が無理だっつうなら、俺がおかげになってから、ヒューガを変えてやるよ。なんてチャクラだ。あのガキバカ力出しやがって。ネジの回転は体を回転し相手のチャクラをいなして弾く技。君はすごいわ。ネジをここまで追い込むなんてね。悪いがこれが現実だ。鬼を。影分身を穴に残して正気を見出したか。あの状況でとっさに影分身を。お前の得意忍術か。ではアカデミーの卒業試験に3度落ちて運悪く、卒業試験に出る忍術のテストが、分身の術は俺の一番苦手な忍術だったんだ。運命がどうとか変われねえとか。お前は俺と違って落ちこぼれじゃねえんだから。勝者渦巻きナルト。